県内をゆっくりと横断した台風10号は昼過ぎに瀬戸内海の方へと抜けていきました。台風の勢力としては弱まってはきていますが、県内ではまだこの黄色い強風域の中に入っています。はい、この後も台風の吹き返しの西からの強い風には注意が必要です。そして台風はこの後明日朝にかけて四国を通過し、そしてあさって日曜日に近畿や東海のあたりで熱帯低気圧へと変わる見込みです。ではここからは県内に降った雨を振り返って見ていきましょう。こちら火曜日からです。台風が最も県内に近づいたのは今朝でしたが、雨は火曜日から強まりました。火曜日は南部で特に雨が強まり、そして水曜日から木曜日にかけては台風周辺の暖かく湿った空気が直接入ってきましたので、県内全域で雨が強まりました。そして今日も北部や西部では雨が強く降ったところがあります。長い時間大量に降ったということですね。はい、そうなんです。同じ地域で雨が続いたため記録的な大雨となりました。はい、その雨の量を見ていきましょう。この72時間に降った量です。その量は佐伯市では604ミリ、そして国見では439ミリとなっていて、こちらは観測史上最も多い記録となっています。そしてこちらはさらに8月の平年の雨量の約 2.5 倍となっています。今は大雨のピークは超えてはきているんですけれども、ただ引き続きリスクは高くなっているのが土砂災害です。その土砂災害の情報を見ていきましょう。こちら土砂災害警戒情報が発表されている地域は紫色になっているところです。北部や西部、そして南部の一部が土砂災害、一部に土砂災害警戒情報が発表されています。この雨で地盤が緩んでいますので、崖の近くには近づかないようにして、また崖とは反対側の部屋の2階以上の部屋で過ごすようにしてください。雨が止んだからといって決して安心ではないと、はい、いうところをくれぐれもご注意いただきたいと思います。時間差で起こる災害です。そうですよね。はい、ではさらに県内に出ている警報注意報についても見ていきましょう。県内には浸水害に対する大雨警報や注意報、そして洪水警報や注意報、波浪警報も発表されています。海はまだ台風のうねりも届いていますので、海沿いでは高波に警戒してください。また県内には強風注意報や雷注意報も発表されていますので、この先も十分にご注意ください。ここまで田中さんに伝えてもらいました。